メンタル化け物だよね。怪物だよね。鬼や赤ツ2トップでしょ。メンタルゴリラ軍。トップティアだよ。作りてえわ、これ。メンタル強い。配信者ランキング。てかね、でもね、俺、もう勝手に言われてるまであるからね。腫れ物に関しては。一人歩きしてるよ。大学生みたいなノリがきつい。<laughs> おい、大学生みたいなノリがきついは、結構きついって。腫れ物にフレッシさ切り抜きいや、見てねえよ。だって俺晴れ、俺、腫れ物じゃねえもん、俺。 なんかさ、そう、気づいたらさ、腫れ物って言ってる人たちにさ、マジでガチのアンチついてるの面白くない <laughs> ガチでおもろいよな <laughs>。別に多分、マジな話、腫れ物とか言って集まってる自分たち、多分みんな、みんな自分のことを腫れ物と思ってる人たち多分ね、俺正直いないと思ってんだよね、あれ。みんな多分自分はまともって思いながらやってると思ってんだけど、本当の <laughs>、 ままあまあやめときますかでもあれ俺あの時の乗り合いだけはマジ好きだったな最初バロやってたじゃん「腫れ物」とか言ってでなんかケタケタ笑ってやってたらその別に俺たちそんな、まあ、多分みんなある程度勝ちたいけどやっぱ楽しくやってバロやってたりしたらなんかそのバロラントでガチでその「いや今のボドカ何何して何何やったやろ何してんねん」みたいなコメントがあった時に「おいガチの腫れ物来たって」ってなるノりマジ好きだった。 すいません僕たちファッション晴れ物でみたいな気分になるのあれ最高に楽しかった <laughs> コメントの方が腫れてきたってっていうのにあれおもろいよなんかさ河川さんって一定数アンチいるよな多分誰誰しもがいると思うんだけどみんな活動者である以上誰しもがいるとは思うんだけどあそう声のでかいアンチが一定数いるよねでもアンチいる人って大体面白いんだよねで面白い人たちって面白いって っていう評価があるってことは、その強いってことは、それを多分面白くないって思う人たちも強いんだよ。好きかも嫌いみたいな。なんかその、両極端みたいな。<laughs> そう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 。あかり、あかりんとかそんな感じじゃなんじゃないの多分。多分、あかりんとかは、多分好きな人マジで好きだけど、多分嫌いな人マジで嫌いだと思うし、俺好きだけど。あかりんマジおもれえからな。そう、本人が濃いとやっぱりアンチも濃いくなるんだよね。 メンヘラ系いや、メンヘラ系とは、アカリン、対極的じゃないガチで精神強くないいや、わかんない。実際、まあ、裏では聞いてるかもしんないけど、表に出てる分に関しては、メンタル化け物だよね。怪物だよね。そこら辺の男も女も老若男女を全部かき集めて、多分メンタルの強さトップクラスだよね。アカリン。あ、そうそう。オニア・アカリン2トップでしょ。メンタル強い系。メンタルゴリラ軍。オニア・アカリン。 トップティアだよ。作りてえわ、これ。メンタル強い配信者ランキング。マジトップ2でしょ。ま、ジャスさんは、そうだね。ジャスさんは F やね。いや、ハセシンさんはね、怪しいよ、メンタルは。まあ、多分、A か B やね。あのね、多分、ハセシンさんは、そう、ちょっと、多分弱さもある。けど、その、それを、人とやってる時とかは、出さない。みたいな感じ。でも多分、繊細だと思う、俺、彼は。あははは。月さんはね、 天月さんか。天月さんはね、天月さんも多分、俺個人的には B かな。スパンを見たら高いかも。あのね、克服する力がある。天月さんは。だから、あの、裏ステータスが乗ってる。天月さん。<laughs> あ、タコマンさん S かもね。タコマンさんマジです。S かもな。プスタさんはどうだろうな。プスタさんはでもずハーがあるから。 やっぱ聞いてはいる。落ち込みはしないけど、メンタルが強いっていうのを、ラインをどこにするか次第だね。やっぱドゥーハーがあるから。できないなら、ドゥーハーがあるから。やっぱ、スタさんは柔らかいんだけど、弾力があるんだよね。跳ね返すんだよね。そう。あの、やっぱ S クラスにいる人たちはもうカチカチなの。ぶつかったやつが砕けて下にボトーンって落ちる。 だけど、スタさんは、ま、あ凹みはするんだけど、凹むってその物理的な表現ね。あの、メンタルがじゃなくて、アンチがぐーって突っ込んできた時に、ベコーって凹むんだけど、バイーンって、攻撃に転ずる。渋春 A。いや、渋春さんはちょっと低めだね。多分。なんかわかんないけど、俺この間ツイッター見てたら、渋原さんなんかクッソ喧嘩してたもん。なんか大会のルールがどうみたいなやつで。小田信いや、ほ田信は、一見無敵のように見えて、メンタル低めだと思う。 多分。わかんない。メンタルが低いかどうかはちょっとわかんないけど、意外と常識人だからやっぱり。そう。ちゃんとしてる人なんだよね。もうねで、化け物だと思ってたけど、ちゃんと礼儀のある、そう、いい意味でちゃんとした人なの。だから多分、そこまで長いこと一緒に遊んだわけじゃないからわかんないけど、多分普通に落ち込むと思う。そう、LINE が分かってる人だから。ササさん、いや、ササさんは結構強め。えー、だけど、うーん、B ぐらいだろうね。多分サッさんは。 まあ、落ち込んだりとかはあんまりないからな。まあ、スタさんとかとちょっと似てるかもね。まあ、うんこちゃんも S じゃない、まあ、でもそういう意味でいくと、まあ、アカリン、オニアはやっぱ SS なんだろうな。多分。ちょっとなんか、その、うんこちゃんもめちゃくちゃ強いとは思うんだけど、なんか違うんだよな、あの二人は。そうそうそう。なんか、クマと人間どっちが強いって言ってる感じがするんだよね。いや、それはさすがにクマだけどさ、みたいな。うんこちゃんはだから多分、その理論で言ったら、また多分、ヒョードルとかなんだよね。 一応、一応70億分の1の男ではあるんだけど、でもやっぱり熊には勝てない。え、吉永さんは俺あんまりわかんないなそのメンタル凹んでるところ俺あんまり見たことがないから。まあ、でもあの、スローオーブをね、何もないところに投げるな火星人みたいなクリップとか見てる感じだとなんかそんなに聞いてなさそうではあったけど。あとやっぱ鬼屋さんとコンビだったらいいのかもね。吉木は。シナジーがあるかもしんない。いや、俺はそんなにメンタル強くないかな俺も、 結構全然焚きがち。まあ、自己評価結構高めで評価しても、まあ多分高めで評価して B ぐらいじゃないかな、俺。そうじゃなかったらまあ別に全然 C とか。けどなんかその、めっちゃ落ち込んだりとかはないね。その、マジでどうしよう、みたいな感じではならない。配信で出さないっていうかね、そもそもそうならないし、俺ね、寝たらマジで忘れるから、なんかその、長期的に落ち込むみたいなのが一番最後に起こったのって、俺多分本当に最後中学生とかだと思う。 中学生の時とかは、その彼女とか、なんかその友達関係とかで、うわ、マジでどうしようみたいな。明日学校行きたくねえみたいな。うわ、マジどうしようみたいなのあるけど、なんかそっからは何日間もうわ、どうしようみたいなのない。なんかね、本当に寝たら忘れる俺。怒りとかも寝たら忘れる。悲しみも寝たら忘れる。で、喜びも寝たら忘れる。薄れる。忘れはしないけど、薄れる。 仕事のミスいや、仕事のミスとかはね、もうガチで申し訳ねえって。うわぁ、俺何やってんだ俺バカすぎる。おはようございます。忘れてるね。いや、その日はマジで申し訳ないよ。申し訳なさそうにするとかじゃなくて、申し訳ないよ、実際。実際申し訳ないし、申し訳ないっていう行動はもちろん取るんだけど、いや、マジすいませんって、本当俺のせいだ。いや、本当関係各所、もご迷惑かけて、本当申し訳ございませんでした。で、帰って、 やって寝たらまあ次の日はおはようございますって言いながらまあ一応席には座るね <laughs> じゃあもうなんか逆に変えようよ名前っていうかねでもね俺もう勝手に言われてるまであるからねもはや腫れ物に関してはあのね一人歩きしてるよそのバロンの時は人が集まんなくて全然人が集まらない組から始まった っていうところで、なんか、腫れ物バロみたいなこと言ってたけど、ロルんときは、腫れ物カスタムとか言ってねえのに、腫れ物ってなんか言われてんだけど、みたいなことを、俺、河川さんと話した記憶あるわ、配信上で。なんかいいじゃん、別の。なんかじゃあ、角が立たなそうな、なんか名前にしたら。トリ AAA とかでいいんじゃないのリーダー河川で。攻撃されないような名前にしたらいいじゃん。 なんかじゃあ名前作ろうよ俺たちで。あの本物がいなそうな名称。いや多分おじさんとか言ってんのも多分おじさんみたいな、そうそう、あの、こないだのね、おじさんジェルマンみたいなやつも言いまくってたら、いやお前、30、30歳でおじさんとか、舐めてるでしょみたいな、本物のおじさん来ちゃうからやっぱ、俺、40なんだけど、俺は何なんだみたいな。絶対本物のおじさん湧いてくるから、おじさんジェルマンも却下ですね。 だからそういうなんかトリプル A みたいな、なんかその、なんでもない。なんでもない何かが欲しい。あ、夜更かしにしようよ、夜更かし。夜更かしカスタム夜更かす。夜更かすいいじゃん。実際よ夜更かししてるし。おい、本物の夜更かす来たってとはならんや多分。これ、孵化してます。今日も孵化してます。そう、程よい肝さでやっぱりインパクトもあって覚えられやすいし、別にグループ名でもないし、グループ名っぽく、ぽさもないから、俺もそれはスッキリするし、 大学生みたいなノリがきつい。<laughs> おい、大学生みたいなノリがきついは結構きついって。だって配信者でさ、テンションぶち上げてさ、ギャーギャー騒いでのが、そもそも好きな人が多いわけだから、もうそんな何でも騒いでたら大学生みたいなノリきついってなるって、それ。大人数で集まってわちゃわちゃしてたら。10人集まってテンション高めに話してたら、もう大体大学生みたいなノリになるって。攻撃範囲広すぎるわ、それ。 そのカード強すぎ。そのカード勝てねえわ。禁止カードにしようよ、それはさすがに。社会人のみんなだって地元のに帰って、地元の友達と酒飲んだりしたら、大学生みたいなテンションで騒ぐだろう。まあでもいいよね、こういうことで。あのー、話題にことかかないのはいいことだよね。界隈全体がね、自分がどうのとかじゃなくてな。平和やね。そう、平和、平和なんだよ、やっぱ。